こんにちは、のり太郎です。今回はコイン投資に興味はあるけどどのようにすればよいかわからない、またどんなリスクがあり、どのようにすれば失敗しにくいのかというのを知りたいという方におすすめの動画となっております。私はコイン投資初心者ですが、いざコイン投資を始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので、大事だと思った点について発信しております。この動画を見てくださっている方の多くはコインディーラーなどの販売側ではなく、私と同じくコインを買う側の方だと思います。なのでこの動画ではコインをひたすら来算するのではなく、コインを販売する人の立場からするとむしろ言わなくてもいいようなマイナス面についてもお話ししたいと思います。まずコイン投資とは簡単に言うと、コインを買って保持して売るというただそれだけのことです。そんなの知っているよと言われそうですが、コイン投資ではこの3つに決まったやり方があるわけではなく、証券会社などで売買できるわけでもないので、そこが分からず手が出せないという方も多いのではないでしょうか。ということで今回はその4つについて詳しくお話ししたいと思います。まず1つ目コインを買う、2つ目コインを保持する、3つ目コインを売る、4つ目コイン投資のメリットデメリット。でただし全部を1本の動画にするには話が長くなりすぎるので、今回の動画では前編ということで1のコインを買うについてのお話をしたいと思います。次回以降は後編ということで2番から4番までのお話をしたいと思います。それでは1つ目のコインを買うというお話をしたいと思います。コイン投資で一番大事なのがこの買うの部分です。以前私の過去動画でコイン投資における失敗とはという動画をアップしておりますが、コイン投資の失敗の原因のほとんどはこの買うの部分です。逆に言えば安くていいものが買えればほとんど失敗しないわけです。それと何を買うのかっていうのが重要です。コイン投資は大きく地金型コイン投資とアンティークコイン投資に分けることができます。モダンコインという言葉がありますが、モダンコインというのは今から100年前ぐらいまでの、比較的新しいコインのことで、明確な線引きがあるわけではないので、ここでは、今回はモダンコインもアンティークコインに含んでお話をしたいと思います。この地金型コインとアンティークコインの2つは相場の決まり方が違います。詳しくはこちらも私の過去の動画で、混ぜるな危険 PF 贈答用貨幣と MS 流通貨幣の違いという動画で詳しく説明しておりますので、地金型コインとアンティークコインの違いがわからないという方はぜひ一度こちらをご覧ください。地金型コインは金や銀の先物相場と連動して動いておりまして、買いやすくて売りやすいのが特徴です。こちらは主に資産保全目的で売買されることが多いです。地金型コインを安く買う方法は、YouTuber の銀シルバーゴールドチャンネルさんの動画で最安値で買う方法を、解説されてますので、概要欄に貼っておきますのでそちらでご覧ください。一方アンティークコインは金や銀の先物相場と全く連動しないかといえばそんなことはないのですが、それとは別にコレクターによるオークションの落札価格で相場が決まります。そしてコインのコレクターというのは主に世界中の富裕層が、買っているので、相場が上がることはあっても下がりにくいということになっています。少しでも安くなるとすぐに買われてしまうという、豊富な資金力がバックにあるというのが、からくりになっております。試しに鑑定枚数が比較的多く人気が高いビクトリアゴールドモハール1841年 C という金貨で、値段がここ10年ぐらいで どう変化しているかを見てみましょう。今回は世界的なオークションサイトであるヘリテージオークションの過去取引価格になります。比較対象として金貨1オンスの、年平均値も入れましたので、
地金型コインはこちらと連動していると思って大丈夫です。ではこの表を見てみましょう。ここで出てくる PR や MS というのは、PR が贈答用などに特別に鋳造された鏡面仕上げのコインで、 MS というのが普通に流通していた流通貨幣になります。そしてこの66とか55というのがコインのグレードになります。70グレードで分けられていて、70が完全未使用の傷一つなく鋳造も完璧なものということになります。このコインは180年前のコインになりますので、70グレードというのは存在しません。コインが古くなればなるほど70グレードっていうのはなく、60以上が未使用グレードで、アンティークコインでは62というのが良い状態ということで、値段がそれ以上になると跳ね上がります。このコインでも61と64を比較すると倍近くになっております。あとは PR66 というものは MS61 の値段の6倍ぐらいの金額になっています。ちなみにこの PR66 というのがプルーフコインの最高鑑定で、 MS64 というのが流通貨幣の最高鑑定になります。このようなグレーディングの見方は、こちらも過去動画に鑑定済みコインの見方という動画がありますので、詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。このようにグレードの低いものは値段が一時的に下がることはありますが、おおむね値段が上がっています。グレードが低いものは同じグレードでも綺麗に見えるものと汚いものが混ざっていますので、ばらつきが大きくなってしまいます。特に2020年から2021年にかけてはどのグレードでも上がっていますが、逆にその前を見ると上がらない年もあるので、短期投資には向かないということがこれでわかるかと思います。また金相場は2019年から2020年にかけて 22% ほど平均で上昇したのに対して、61グレードのモハール金貨は 6% ほど下がっており、逆に2020年から2021年にかけては金相場はむしろ下がっているのですが、61グレードの金貨は4080ドルから1万200ドルへと 60% も上昇しています。またこれを見ると MS61 グレードになると毎年のように出品がありますが、 MS64 となると10年に一度しか出てこないという具合になっており、グレードが高い金貨は出品されると金額が一気に跳ね上がりますので、やはり値段目はグレードが高い金貨ということになります。そして肝心なのはどこで買えばよいかということですが、購入ルートはいくつかあります。大きくこの4つに分けられるかと思うんですが、まずオークションで、これはアンティークコインになります。で、2番目が造幣局から直接買う、こちらはモダンコインです。で、3番目が販売サイトで買う、で4番目が個人売買で、この中で一番安く買え偽物を買うリスクが低いのが1番と2番です。初心者は購入しやすい3番の販売サイトで買いがちですが、こちらは失敗することがありますので、オークションというのはですね、まさに相場で買うことができて、造幣局では販売価格で買うことができます。この1番と2番のみで購入していればまず失敗することはないと思います。そして相場感が身についた方については3番と4番の販売サイト、メルカリなどで買われても良いかと思いますが、初心者の方にはお勧めできません。ここで注意ですが、オークションに関してはヤフーオークションではありません。ヤフーオークションは傷物や、値段設定が高すぎるものなどが、多く出回っておりまして、失敗するトラップが数多くありますので、こちらは素人向けではありません。それではどのオークションが良いかと言いますと、私が先週先々週と2週にわたって特集したヘリテージオークションなどの世界的なオークションになります。ヘリテージオークションはパソコンでホームページアクセスすれば日本語でも表示できますので、
日本語で参加することができます。どのようなコインを選べばよいかというのは私のまたこれも過去動画になるんですけど、コインの選び方10のポイントという動画を上げています。ポイントを簡単に列挙しますと以下の10ポイントになります。1つ目スラブ入り鑑定済みコインを選ぶ、2つ目高鑑定のものを選ぶ、3つ目モダンコインは2オンス1オンスのものを選ぶ、4つ目発行枚数が少ないものを選ぶ、5つ目流通貨幣 BU 版ブリオンではなくプルーフ貨幣を選ぶ、6番目メダルではなくコイン、7番目基本は金貨、人気の金貨は銀貨も人気、8番目モダンコインはイギリスアメリカのコインが初心者向き、9番目相場で買うもしくは販売価格で買う、10番目が注目されているものは高くなると。この10ポイントを抑えたものを買うと大体良いかと思います。また先ほどの、どこで買うかの2番目に造幣局から買うという方法が出てきましたが、こちらも私の過去動画でイギリスのモダンコイン購入完全マニュアルという動画がありますので、こちらをご参照ください。そして直接購入したコインは裸コインということで、何にも入ってないものになります。で、先ほどお話したようなグレーディングをする場合は、アメリカに直接鑑定に出す必要があります。鑑定に出すとこういうスラブというケースに入って、あの鑑定会社の保証、あとグレーディング、先ほどのグレーディングがついたものが戻ってきますので、こういった鑑定会社に鑑定に出す、でこちらも過去動画で上げておりますので、詳しく知りたい方は私の過去動画をご参照ください。このように1円でも安く良いものを買うことができればコイン投資に失敗することはほとんどありません。ということで今回は長くなるのでこの1番のコインを買うの項目についてお話しさせていただきました。で次回は後編ということで、2番3番4番のコインを保持する、あと売る、あとはコイン投資のメリットデメリットをまとめたもののお話をさせていただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタンチャンネル登録をお願いします。また今後とも皆様に有益な情報を発信できればと思っております。それでは最後皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。